それから今度のサカツクはボール支配率や選手の成長パターンといったデータ、期限付きの移籍やプレースタイルの取得などの緻密な戦略、 J リーグ欧州6大リーグに加えてブラジルポルトガルも加わった分厚い選手層とサッカー好きにはこれはたまらんなという進化が随所に見られます。ちなみに何が最強かと問われれば個人的には秘書の美人度です。美人というのはすごい、本当に。おそらく世界一語りたくなるサッカーゲーム、 J リーグプロサッカークラブを作ろう04。